はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は Linux to SRT Converter という僕が最近開発しましたミュージックビデオを作る時の歌詞、これをですね、とってもうまく字幕として入れれるソフト、これの今日現在の最終バージョン、これを皆さんに説明したいと思います。いくつか前回の動画からアップデートしたところもありますので注意深く見てください。まずこの URL で表示すると、今画面にありますようなウェブアプリが表示されます。使い方は右の端の方にも書いてありますし、今日この動画を見てですね、覚えていただいたらいいと思います。まずはソング読み込みというところから WAV ファイルや MP3 を読み込みます。そして次にやることは歌詞のファイル、これを読み込みます。そして開きます。そうしますと、今画面に出てきましたように歌詞が1行ずつに分かれて、そしてこれはボタンのようになって操作をすることができます。まず操作をする前に簡単に説明をしておきます。この上のプレイヤーで音を聞きながら、ここと思った時にマウスをプレスします。そしてここまでと思うところでマウスを離します。そうすると、その期間のタイムが字幕ファイルの SRT という形式になって出力できるということです。それらは動画編集ソフトやブリューのような字幕ソフト、これらで読むことができます。今日サンプルで使わせていただくのは、僕の数年来の友達で亀岡俊之さんという元メジャーアーティストさんの楽曲をお借りして、バラードなんですけれども、これでやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。プレイヤーを鳴らします。1行目タイトルですので、このようにして入れます。1番ということを書いてます。押す。古いアルバム色あせた写真に映るのは。話す。押す。無邪気な私と傍らに微笑むあなたが。この繰り返しです。子供のためあなたの夢は心にしまい込み、家族のためと化粧もせず働き続けた。確かに昭和という時代を生きた。話す。家族のためだけにあなたは生き抜いた。悲しくて悲しくて涙がこの頬を伝うんじゃない。あなたの奇跡思うとき満ちてた。押したら水色になります。あの頃のあなたの年を伝うんじゃない。こんな風に感想のところはちょっと待っています。
て、あなたの子供に生まれてよかった。このようにちょっと余分にですね、ダミーテキスト、これが入るように自動的になっています。このダミーテキストがある理由というのはですね、これがもしここまでしか歌詞がなかったらですね、だんだん最後のところはこの一番上の行じゃなくて下がるしかないですよね。このようにそういうことがないようにここでダミーのテキストを10行ぐらい入れておりまして、もちろんこれは最後書き出した時にはなくなる、そういうようなファイルです。そうしまして、例えばこの2番のちょっと先頭のところで押し間違ったりしたんですね。この最終のバージョンというのはここにですね、1分44秒というふうに表示が出るようにしてあります。ですから2番の始めぐらいからやり直すとき、この時間を見て1分44秒のところまでプレイヤーを戻します。はい、これで目安となって戻すことができました。セカンドと書いてあるところの以降、もう一度2行ぐらい押し直しをしたいと思います。あなたの奇跡思うとき、胸がきしむけど、おかげで私のこの人生こんなに満ちてた。はい、このようにいつでも簡単に修正をすることができます。そしてやったところはですね、このように黄色になります。セカンドの後ろですね、これやり直しをしたら、やり直しした回数が先頭に出るようになっています。そうしまして、ここに先読みというテキストボックスがあります。これは何のためにあるかというと、特にカラオケの場合はですね、歌詞がちょっと早めに出る方がいいですよね。例えば 0.5 秒ぐらい早いという時はですね、これ単位がミリセカンドになっていますので、 0.5 秒早くしたい場合は500というような数字を入れたらいいわけです。今回は歌がありますので、ジャストのタイミングでできればいいですので、ここでエキスポート、これをしたいと思います。はい、このようになりまして、通常はダウンロードホルダーにダウンロードができたりします。僕の場合はブラウザーの設定を自由なところに保存できるようにしてますので、このような保存ダイアログが出てきます。アウトプットということで保存をしたいと思います。このようにアウトプットをするとどうなるか、ちょっと見てみましょう。メモ帳で開きます。そうしましたら、これが字幕の SRT 形式というファイルです。番号があって、スタートとエンド、そして歌詞、そのような形式になっています。例えば3番目、これを見てみましょう。古いアルバム色褪せたというところですよね。ここ14秒962というのになっています。ここ省略してますので、目安ですので14秒ということになっています。そして最後10行余分な文がありましたが、見ていただいた通りその行は消えています。この状態で動画編集ソフトやブリューのような字幕ソフト、そういうのに持っていくということです。はい、それでは今書き出した SRT ファイル、これをブリューで使ってみましょう。今画面にブリューを立ち上げています。この状態でですね、編集中であってもいいですので、ここに音源をドラッグ&ドロップします。このように
ドラッグするとこんな画面が出てきますので、ここで話します。すると新しいプロジェクトを作成するかというふうに出てきますので、これを選択します。そして音声分析はしないというのを選んでください。そして確認をします。画面が編集中のものがあったときはこのような画面が出てきますので、ここで保存をしないで僕は続けます。保存の必要があれば保存をしてください。こうしますと真っ白な画面が出てきます。字幕も何もありません。ここで字幕メニューから字幕ファイルを読み込む。これをしたいと思います。そしてファイル添付というボタンを押します。すると先ほど書き出しましたアウトプット4。これがありますのでこれを開いてください。そしてインポートをします。そうしましたら字幕ファイルをプロジェクトに反映しましたということで出てきますので閉じてください。そうしますとあなたにというタイトルが出てきて、そしてここで1番ということになりまして、そしてこのように歌詞が続きます。前からの動画ででも説明をしたんですが、このように2つのクリップがありましたら、それを選択してですね、次の歌詞までのこの空白部分ですね、この部分を一つに結合します。このようにしていきまして、下のクリップで字幕がないところまで、これをどん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 結合していきます。結合はショートカットキーでもできます。コントロール E もしくは Mac の場合はコマンド E ですね、それで結合していくことができます。はい、ここですね、いっぱいハテナがあるところあります。これは感想の部分です。感想ですので、ここに感想というふうに書きたいと思います。ハテナが2つ分あるようなところで開業をします。そしてこのハテナのところに感想というのを追加したいと思います。はい。このようになりました。次はサビという言葉が出てですね。そしてこれも結合していきます。最後はですね、もうエンディングになっています。ここはこのまま置いておきましょう。一度どんな風になったかですね、聞いてみましょう。先頭のクリップのところですね。ここのところを選択した状態、このチェックじゃなくてですね、このように選ばれた状態にしまして、ファンクションキーの5もしくはスペースキーで再生ができます。じゃあやってみましょう。古いアルバム色あせた写真に写るのは無邪気な私と傍らに家族のためだけにあなたは生き抜いた。Oh, 悲しくて悲しくて涙がこの頬を伝うんじゃない。どうですか、ほぼバッチリっていう感じになっていますけれども、でももしもう少し遅い方がいい、もう少し早い方がいいというようなことがありましたら、どういうふうにするか、ここから聞いてみましょうね。涙がこの頬を伝うんじゃない。あなたの、はい、この空白、これを少し短く、そういうような時はですね、これをダブルクリックしてですね、こんな風にポイントを変えることができます。このようにしながら、歌詞がもし早いもしくは遅い、そういう時はね、ここでやればいいわけです。
出てくるのが早すぎた場合は後ろの方に、出てくるのが遅い時は前の方に、一つ手前のですね、一番最後のハテナマーク、この長さを調整することによって出てきます。途中でも解説しましたように、僕は先ほど結合というのをしましたけれども、必ず結合する必要はありません。ハテナマークが残ったまま、それでも問題はありません。ただしその時はですね、画像などをはめていく時に字幕が何もない、そのクリップも何かの映像をはめるとかいうことをしないと、今画面に出てるような真っ黒な画面になります。1個目のところにですね、タイトルになりそうなですね、画像を入れてみましょう。ここで挿入というのを押しまして、テキストで画像を生成というのを押します。そしてここで老人と打ちます。女性ですね、母親のことを中心に言ってますので、ここで結果を見るというのを押します。はい、こんな感じに出てきました。まあちょっとアップがきついのでですね、少しごまかしたような絵ですね。それでもいいと思います。まあこれなんか入れてみましょうか。はい、これを最初のところに入れます。そしてここには字幕がありますが、この字幕を一旦消しましてですね、このトップのところにデザインテキストというのを入れたいと思います。この光ったようなタイトルを選びます。そしてあなたにと打ち替えます。かなり大きめのタイトルにしましょう。300。はい、これで一応動かすときは青い線を持ってですね、移動をします。はい、こんな感じに収めましょう。次のクリップ見たら、先ほども言いましたようにこんな真っ黒になりますよね。こういう時は続けてこの3つ目まで出したいですのでですね、この画像をコピーしまして、そしてこの3つのところにこの画像を貼り付けたいと思います。はい、これでクリップの1にも2にも3にも、このように4にも老人の顔が出ています。次のクリップにはありません。このようにしてクリップを入れていくわけです。例えばこのタイトル、これもですね、右クリックしましてコピーをして、まあどこまで出すかですけれども、2つ目と3つ目まで出しましょう。そして貼り付けとしたらですね、このようにできます。そして5番目、ちょっとだけ隙間があるわけですね。ここでですね、2つの図形を結合しておきます。はい、こうなりました。そしてここで古いアルバムというふうに出てきますので、またアルバムを作りましょう。はい、ここにもアルバムの絵がありますね。左側にも出てきますけど、どちらがいいでしょうかね。まあ、これやってみましょうか。このように出てきましたら、画面いっぱいにするのはここでカットして埋めるというのがありますから、このように入れました。微笑むあなたというのですから、今度はこれに老人女性というふうにします。はい、じゃあこれを入れましょう。もう一つだけやっておきましょう。子供のためあなたの夢はというふうになっています。今度は子供というのでやってみましょう。ここにもありますよね。そしてこれは動画ですので、これを入れましょう。ダウンロードしています。はい、入りました。この要領で入れたらいいことはもう皆さんお分かりですので、7番のクリップのところまで再生をしてみましょう。古いアルバム色あせた写真に映るのは
無邪気な私と傍らに微笑むあなたが子供のためあなたの夢は心にしまい込み。はい、めちゃめちゃいいですよね。もう動画は得意だよ、いや仕事にしてるぐらいだよ、そういう人はですね、もう自分の得意なですね動画編集ソフトなんかを使っていただくということにしてですね、初心者の方には僕はこのブリュー、これがとってもおすすめです。今日この楽曲を提供してくれた亀岡俊樹さんもですね、今まで動画というのはちょっと億劫だなというふうによく言われてたんですが、このブリューを使うようになってもう10分ぐらいで簡単にできる、これがとっても気に入られてですね、今も自分の持ち曲を動画にしようとたくさんやっておられます。今まで動画に縁がなかったミュージシャンの方もですね、ブリューがあれば簡単にできますし、この歌詞をジャストに入れていくというのは僕の無料ソフト Lyric to SRT Converter、 これをですね使っていただいたらとっても便利にできるんではないでしょうか。ぜひとも動画作りにチャレンジしてみてください。またわからないこととかがありましたら YouTube のコメント欄とかにも入れておいてください。そしてまだチャンネル登録とかがない人はよかったらチャンネル登録もお願いします。村長スタジオでした。